当社による SST 事業の一部持ち分の継続保持及びコンビニエンス事業と SST 事業の食品開発領域における共同体制の維持を前提に現実的に最速のタイミングでの SST 事業の株式公開化に向けた検討を開始いたします。その結果 SST 事業については、独自の財務規律の下で、成長戦略を強化する体制への移行が果たせられると考えております。